お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。もうヘロヘロです。みんなも力尽きて。今回はきのこさん反省ってね。反省。ネタが足りなかった。違うんですよ。ちょっと早く進行しすぎなんですよ。うわ、ちかこさんのせいにしと。いやでも風船用意しといたのファインプレーだね。いやでもうちらのスピード甘く見すぎですよ。私たちね早いからスピードね。早いからじゃなくて、せっかちの S って言われたら、こんなにいるんだからもっとなんかみんな話振ってなんか喋るかなと思ったら、意外とサクサクカレーだけにね。もうちょっとね、なんか話がいろんなね、なんか、ね、振って長くなるかなと思ったら意外とテンポよく、はい、まあ楽しかったって、ね、全部読めて楽しかったです。まあ、結果でも今日帰りお客さんに過去一楽しかった。マジ、どこがだろう、ね、結構よく、どこのポイントだろうね。あの楽屋裏トークなのか全体楽屋裏じゃね。じゃあね。ああいうちょっと尺が足りなくなって急遽ね、あえてこう考えてやるのも未完全っぽいので、まあ、結果面白かったですし、よかった、はい、グッド、はい、これもグッド。これもグッド。可愛い、もう初めて見た。ね、本当に。じゃあカレーセンター最後締めてます。いや、そうですね。まあ、買いに行ったら私のパネラーもちろんいるんですけれども、こうやってねみんな全員にこれ買ったら会えるので、ぜひゲットをしにセンチュリーホールに遊びに来ていただけたらなと思います。お待ちしております。ちょっとチケット取れなかったよって方も会場で来れば買えるので、はい、お願いします。お願いします。パクパク、ハッシュタグパクパク、パクパク。絶対違う、ダメだ。